こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。収録当時、これが4月1日、いよいよ新年度ですね。新しい年度ということで、また盛り上がってるかと、心をリフレッシュといったところなんですが、そんな中、セブスリバースでは、エイプリルフールイベントっていうのを11限定でやってます。まあ、アップした時はやってましたってなるんですけど、これを、本日やってみたいと思います。なんとまあ。ミッション見てみましょう。特にボスを撃破したらいいんで、そんな問題はないですね。さ、スタートです。何かもらえるんだろうか、いいものが。とびきりの嘘。嘘から出た誠ですよね。マカロン。マカロンちゃーん。嘘なんかい。セブンスリバーシー？リバーシでもやんの？そうなんや。お、なんだろう。魔法の発動。逃げんな。おお、なんかすごい、ま、これマカロンなんや。なんかセルリアに見え、某セルリアに見える。なんで一つをもらえないの？あ、これは、パワーストーンはもらえるんか？さあ、ドラマ3までは加わった。まあ。え？なんだこれ？どうなってんだこれ。ほんまにリバーシなんや。すげえな。ほんとひりばしやるとは。ちょっと選択が難しい。こうかな。はい。あ、そうか、そうか。端取っちゃえばいいんだ。どうしようかな。これ取ったらあれやしな。こうか。
え、なんで？え、なんで？ついなぁ。いただき。加藤いただき。おや？なんだろう？なんで？これ押せないな。はい、いただき。終わった。何度でもやり直せるんだ。まあ、これはクリアできんのかな。レベル10でやってみよう。多分強いんやろうな。普段も隙間あったもんじゃない。斜めを取ればか、勝ちやすいのか。こうなると端を取らざるを得ないってことか。あ、しまったやり直し。
なんで斜めに。結構かの。うわー、行けるとこがもう限られるやん。終わった。やっぱり強いわこれ。盛り込んでいかへんとな。なかなか本格的。もう追い詰められてるし。しかないよな。話にならなかった。これ通信対戦とかできへんのかな。どうやらリバースを飛ばしてもいけるみたいや。意外とこのリバーシー強力だよな。でも4月1日しかできないんだろうな。なんか隠れモードでできるようにしたらおもろいんだが、そうはいかない。騙す。お、なんかいや。バキを手つけていた。勝てるか。なんだって。マカロン。お、すごい、イベントが。ある。どっち？ルーコはでかい。どっかで聞いたことがある。半分を。半分をお前らにやろう。
一応行ってみよう。お？なかなか強そう。硬いな。これは勝てんやろ。なんか効く技でもあんのかな。ダメージ与えられてるみたいやけど、あまりにも無尽蔵やしな。死んでみるとか。まあ、勝てっこないよね、これは。多分難しい。これずっと戦わないといけないの？ちょっともしかしたらヘルプなど見ないといけないのかもしれんな。一旦ちょっと油断禁物だから帰還してみよう。なんかヒントあるはずなんだよな、これ。ちょっと一旦抜けます。また再開したいと思います。